こんにちは、山達です。次の基礎ということで話をしていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、この動画はロシア疑惑裁判8日目のその2です。その1もありますので、まだご覧いただいてない方はぜひともご覧いただけたらというふうに思います。で、一応ですね、概要欄にこの初日からこの8日目までの内容をまとめた、えー、再生リスト貼り付けてありますから、何か見逃してるやつあるかなっていうふうに思う方は、ぜひ一度ね、目を通していただけたらというふうに思います。 で、8日目と来たら次9日目ってなるのが普通なんですけれども、明日ちょっと僕出かけている用事がありまして、えー、動画作ってる余裕がありませんから、なので、えー、あさってに9日目は回したいと思いますので、続きが気になる方いらっしゃるかもしれませんが、その辺ご理解いただけたらというふうに思います。はい。ということで、えー、その2をやっていきたいと思いますが、このその2に関してはこれ、マイケル・サスマン被告の裁判なんですけれども、正直今回の内容としては、サスマンっていうよりも別の人物、 が、えー、まあ、起訴される可能性、まあ、もっと高まったかもね、みたいな話になるような情報です。はい。えっ、ー、と、その情報源となっているのが、トム・グラッソさんっていうですね、FBI の元特別捜査官なんですけれども、えー、彼が証言に立ちまして、重要な発言をしていたんですね。で、えっ、ー、と、7日目の裁判のところで、えっ、ー、と、マイケル・サツマン、 以外に CHS これ FBI に秘密の情報屋さんとして情報提供できる、そういうまあ特権を持っている人物なんですけれども、えー、まあサスマン以外の人物がもう一人 FBI に実はこのロシア疑惑絡みで情報提供してたってことが明らかになったんですね。で、そいつは誰だみたいな感じでね、話題になっていたわけなんですが、それ誰だったのかはこのグラストさんによって明らかになったんですね。 で、その人物こそがロドニー・ジョフィー。これもう何度も出てきてますよね。はい。サスマンとは別のこの CHS が実はロドニー・ジョフィーだったってことが判明しました。でも何度もこの人出てきてるんですが、お前は誰だっていうふうに思ってる人いると思いますが、次のところで、えー、紹介しますので、お前は誰だっていうふうに思ったままでいてください。はい。で、ちなみに CHS っていうのは英語で言うとですね、C は c r e デン d e n t i a l H は Human、S は Source で、Confidential Human Source で、秘密の情報屋さんっていうような意味合いがあるんですね。で、これ、 FBI に直接アクセスすることができるわけですから、まあ、それなりに、なんて言うんでしょう。あの、高いくらいというか、高い信用度がないとダメなんですよね。なので、最高レベルのセキュリティクリアランスを通ることができた人のみ、この特権が与えられるわけなんですが、このロドニー・ジョフィーはその人物だったっていうことなんですね。はい。で、えー、 このグラスソとジョフィーなんですけれども、もともと友達関係のようなんですよ。2005年だか2010年ぐらいから知り合ってで、そこからずっと友人関係が続いているということなんですけれども、2013年ロドニー・ジョフィー FBI 長官賞なるものを受賞しています。で、それに推薦した人物こそがこのグラスソさんなんですが、ま、とはいえ、それなんだそのアホみたいな <laughs> 関係性って思うかもしれませんが、ま、実際ジョフィーかなり活躍していたようなんですね。 でも2013年あたりってなんかすごい、えー、有名な、なのか知りませんが、コンピューターウイルスがあったらしくて、で、それを感知したのかよくわかりませんが、なんかやったらしいんですよ。で、それで本当に、あの、これは、まあ、嘘偽りなくジョフィーはね、それなりの、えー、功績を、があったっていうことなので、それで推薦されたということだそうです。はい。なんで、なんか単なるズブズブの関係っていうわけじゃなくて、それなりにこのロドニー・ジョフィーという人物は、えー、経歴があるということですね。はい。 でちなみにこのグラストさんなんですけれども、え単なる FBI 捜査官というだけではなくて、非営利団体の NCFTA のスタッフでもあったということだそうですえ。これ全米サイバー犯罪科学訓練同盟っていうものでして、政府と民間企業が、まあ、一緒になってサイバー犯罪の情報共有をしようというそういう枠組みなんですね。で、その中でも FBI 側の人物としてこのグラストさんは参加していたということだそうなんですけれども、まあ、こんな人物が今回の話なんですね。 で、あの、このロドニー・ジョフィーってお前は誰だってうふうに思ってる人いると思いますが、えー、テック企業のニュースターっていう企業があります。ここの元取締役さんです。はい。えっ、ー、と、もうすでに辞任してるんですけれども、辞任したタイミングが面白くて、2021年9月なんですね。で、これって、あの、サスマンが起訴されたのと全く同じタイミングなので、まあ100、100%関係してるよねっていうところですよね。はい。 で、このニュースターなんですが、連邦政府から業務委託を受けていました。で、えー、それによってですね、まあ、すっごい簡単に言うと、通信履歴、アメリカ国民の通信履歴情報を見ることができる、そういう立場だったんですね。で、それを、まあ、本来やっちゃダメだと思うんですが、ロシア疑惑、このアルファ銀行であるとか、ヨタフォンに関する部分なんですが、ヨタフォンっていうのは、あの、ロシアのなんか特性の 携帯会社か何かで、まあ、それに関する電波がうんぬんかんぬんっていう疑惑もあったんですね。はい。これは、あの、FBI じゃなくて CIA に提供されていたようなんですが、まあ、即、あの、こんなんクソだみたいな感じでえ蹴られていました。はい。まあ、とりあえず、このえ、ロシア疑惑と呼ばれるようなものの、まあ、元となるデータ集めっていうのを、 ま、この、いわゆる職権乱用ですよね。そして、ジョフィーは集めていたということなんですね。で、それをやっていく過程で、どんなところの通信履歴見ていたかって言ったら、もうトランプ陣営に対することをゴリゴリにやっていまして、トランプ大統領関連のヘルスケアプロバイダーであるとか、トランプタワーであるとか、トランプ大統領のニューヨークかどっかにある自宅であるとか、あとは大統領府、まあ、ホワイトハウスなんですが、まあ、これもうちょっと正確に言うと、どうやらその、 えー、政権移行チームですね。トランプ大統領が選挙で勝った後のホワイトハウス入りするまでのところのようなんですが、多分ホワイトハウス入りしてからも多少含まれていると思いますから、なんで、まあ、ひっくるめて言うと大統領府ですね。はい。っていう、その前代未聞の現職大統領に対して、または次期大統領に対して、そのね、ま、盗聴じゃないですけれども、データを収集してたっていうとんでもないことが発覚していたわけなんですね。 それがこのジョフィーという人物なんですよ。これをそのジョージア州にある大学の研究員とかによしロシア疑惑を作るぞということで情報収集の命令をしてでまとめ上げたわけなんですがそのまとめ上げたデータに関してはもうこれもう皆さんわかってると思いますがもう FBI からもう本当にねあのなんだろうもうガラクタみたいな扱いを受けていたわけなんですよね。でそれを 無理やり渡していったわけなんですが、そもそもそれ集めた連中どう考えてたんだよってところを言うと、えー、そのジョフィーから指示を受けたうちの一人のマノス・アントナ・カキスっていう人物がいるんですが、こちらの人ですね。えー、このアントナ・カキスさんは、 いや、欠陥あるぞと。これは無理があるっていう風に、ジョフィーに指摘をしていたんですけれども、それでもジョフィー聞かずに、そのまま強行突破していって、結果こうなったと。で、最終的にこんなもうめちゃくちゃなデータ渡すもんだから、FBI からの信頼もなくなったんでしょうね。あの、CHS としての資格は剥奪されています。はい。ドンマイっていう話なんですけれども、まあ当然ちゃ当然な話ですね。っていう、まあいわゆる職権乱用ゴリゴリにやるぐらいの、まあ反トランプ人間だったっていうのが、このロドニー・ジョフィーなわけなんですけれども、彼がですね、この、 ロシア疑惑裁判8日目の裁判の中で名前が出てきたんですね、えー。2016年10月2日あたりだったようなんですけれども、えっ、ー、と、FBI 捜査官の一人である、えー、あれ名前忘れちゃった。<laughs> こちらの人物に、ジョフィーが だから、ジョフィーが電話をしたわけなんですね。はい。で、えその電話の中で、はグラストさんですね。電話の中で、ジョフィーはですね、えー、ロシア疑惑っていうのが今あるんだぞと。特にアルファ銀行に関して FBI は実は捜査してるんだけど知ってるかみたいなことを聞く言われたそうなんですね。で、グラストさんは全然その捜査に関係していませんから知るわけがないんですね。なんで、あ、知らないそんなことみたいな感じになってるんですが、不思議なことにね、ジョフィーはこの、 何も知らないって言ってるグラストに耳寄りな情報があるって言って、二つの IP アドレスを口頭で伝えたそうなんですね。それがこちらです。はい。えっ、ー、と、IP アドレスっていうのはこの数字ですね。9120514446。あともう一個。2171297137ってことで、あの、人間、人間界でいうところのあの、家の住所ですね。それのインターネットバージョンがこの IP アドレスなんですが、 この二つの IP アドレスをグラストに口頭で伝えたということなんですね。で、これがその後あのグラストさんがこれシカゴの FBI オフィスにパスしたもの、した、えっと、メールの一部なんですけれども、特にこの最初に出てきているこの9120514446に関しては、これまだあの出てきていない情報で新しい情報だということだそうなんですね。そんな耳寄り情報をなぜかグラストには出したと。 で、その際にジョフィーは、情報源が私であることは隠してほしいっていうふうに伝えたっていうことなんですね。で、グラストさんもこれロシアに関係してることだし、まあそういう意味でもちょっと危険があるかもしれないってことで、まあその要求を飲んだということなんですね。ただ、この情報を受け取ったはいいんだけれども、特に深掘りはしなかったそうなんですね。例えばこのどこから情報を得たのっていうところをするのであれば、これであのそのフュージョン GPS っていうね調査会社一応関係してるんですけれども、 まあ、ストレートにフュージョン GPS との関係なんて言えるわけがないんですけれども、どこからこんな情報を聞いたのみたいなところも特に聞かなかったし、あとそもそも何の目的でそんなことをやってるのっていう、そういう動機ですよね。ここに関しても特に聞かなかったっていうことだそうですね。で、今回の裁判の証言の中でグラストさんは、この特に政治的な動機があったかどうかっていうところに関しては、判断材料として必要なものだったっていうふうに言っていて、まあ、あの自分のミスだみたいな感じを認めてるんでしょうかね。はい、そんなことを言っていたわけなんですけれども、 ひとまず、まあ、その話は横に置いといても、今回このジョフィーから受けたこの電話の内容ってめちゃくちゃ不自然なところがあったそうなんですね。っていうのも、普通 CHS っていうその情報屋さんっていう風に言われてる人って、その FBI のメンバーだったら誰にでも接触できるっていうわけじゃないんですね。それぞれの CHS にそれぞれハンドラーと呼ばれる人物が設定されていて、で、何か耳寄り情報があるときは、まずそのハンドラーに伝えるんですね。で、その上でハンドラーがどうするかっていうのを、 考えるわけけななんですけれどもこの時なぜかジョフィーーはそのハンドララを通さずにに直接グラッソに情報提供したとということなんですねでしかもグラッソもその自分の担当部署とは全く関係のない。今回これロシアが関わってくるわけですから、その国家安全保障とかの話が出てくるんですよね。ってなると、これカウンターインテリジェンス部門がやるべきものなのに、にもかかわらず自分とも全く関係のないものだったっていうことに関して、まあ、疑問を持ったというか違和感を感じたそうなんですね。っていう、 その、ジョフィーもだって長年 CHS やってるもんですから、普通に考えてハンドラー通すのが当たり前なんですが、それをあえてしなかったっていうところも、これかなり不可解なところがあるわけなんですね。で、まあ、とりあえず、えー、グラスドさんは、まあ、自分の担当でもないので全然わからないし、まずそもそもこの捜査のことすら知らないから、とりあえず FBI 内部の人に色々聞きまくったら、あ、その捜査あるよみたいな話を聞いて、で、その担当してるところがシカゴのオフィスだってことを聞いたので、シカゴの人にこのメールを送ったということなんですね。はい。っていうことで、 まあ、まとめると、このジョフィーからの電話で2つの IP アドレスが伝えられたわけなんですけれども、普通だったらハンドラーと呼ばれる人物を通すはずなのに、それをしなかったっていう不思議なことがあったわけなんですね。じゃあなんでこんなことが起きたのかっていうことが一つ今言われているのが、まあ、特にその、すごい不自然なところとしてね、その、サスマンとジョフィーがわざわざ別々で、別々の FBI に接触しているところっておかしな点なんですよね。だってこの、 ロシア疑惑、このアルファ銀行絡みの情報をまとめて、ジョフィーもサスマンもこれ一緒になってやってたんですから、普通に考えたら、どちらかが代表して、まあこの場合普通に考えてサスマンが代理人弁護士ですから、サスマンが代表して FBI に接触する。それだけで済むはずなのに、なぜかジョフィーも同時進行で別の FBI スタッフにわざわざ接触していたわけなんですね。ここがおかしいと。で、これなんでこんなことやったのかっていうところで今一番多分それだなっていうふうに言われてるのが、 これ、まず、サスマンが情報提供を FBI にすると。で、それで、えー、その、ある程度のでかい情報をボンって伝えて、操作を始めさせるだけ始めさせて、そうなったところに次、ジョフィーが現れて、さも別の情報源ですよっていうのを装って、ジョフィーがその第二の人物として FBI に接触することで、あ、サスマンの言ってたやつとこれ、同じようなことやってるぞと。 ということは、この渡されたものをパッと見なんかクソみたいなものだけれども、もしかしたらちゃんとしてるかもしれないみたいなことにできるかもしれないということで、その証拠の裏付けであるとか、信用度を上げたりとか、まあ、重大性ですよね。他の団体ですら気づくようなことって、これはこれ相当重要なことじゃないかみたいなことにできるはずですから、まあそういうことで、えー、まあ何が何でもこのアルファ銀行絡みの話を FBI に、えー、まあ扱わせようっていうところがあったんじゃないかっていうふうに言われているわけなんですね。 で、こうなってくると、やっぱり悪意を持って FBI を利用しようとしたんじゃないかってことが分かってきますから、えこのロドニー・ジョフィー、その、まあ、次やられるんじゃないかって話なんですね。これもずっと言われてるんですが、次に起訴される中で、まあ、最有力候補がこのロドニー・ジョフィーなわけなんですね。はい。でえ、今回のこの証言のところからも分かってきた通り、かなり大掛かりになんかやってたんじゃないかっていうところが見えてきますから、まあ、いわゆる共謀罪 っていう罪で、え、しょっぴかれるんじゃないか。まあ、そうなってくると、本当に大掛かりな組織的な、もう歴史上類を見ないような、えー、とんでもないね、そういう事件の全貌っていうのが明らかになるかもしれないっていうふうに、ま、言われています。はい。まあ、ただ、あの、これはいいシナリオなんですが、悪いシナリオもありまして、これも僕がちょっとずっと引っかかってることなんですが、何ヶ月前先月ぐらいかな先月ぐらいに一回ポッて出てきた話なんですが、そろそろダーラムがレポート出すぞみたいな話が出てきてるんですね。 で、そうなるとそこで終わるんじゃないって言われてまして、そうするとですね、もう誰も新たな起訴もしないまま終わっちゃうんじゃないかみたいな、そういう残念なパターンもあるようなんですね。はい。まあ、ただ、えー、今回この裁判の中でいろいろと新たに分かってきていることがあることを考えると、まだ捜査レポート、ダーラムレポートが完成されるには先があると思いますから、うん、まだ僕はこれは、あの、なんだろうな、えー、そこまで気にする必要はないかなっていうふうに思いますが、一応あの皆さんにお伝えしておきました。はい。 っていうようなことでえ、この8日目のその2のところで重要なのは、サスマンがうんぬんかんぬんっていうよりも、このロドニー・ジョフィーっていう人物が、えーまあ、重要なポジションを占めていて、次狙われるんじゃないかっていうところが分かってきたっていうね、そんなお話でした。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後はですね、またすいません、画質がかなり荒いんですが、えっ、ー、とね、その今お世話してくれてる方からですね、デブちゃんが全然懐いてくれないっていうふうに言われていまして、で、ふんふん、そうだろうな、僕がいないとやっぱりダメなんだな、みたいな感じで、若干ですね、その、なんていうんでしょうね、優越感に浸っていたわけなんですが、えー、ね、昨日、あの、ポッて送られてきた動画が、えー、慣れたっていうふうに言われて、<laughs> はい、えー、もうね、デブちゃんが目の前でゴロンゴロンしたりとかですね、えー、こういうふうになんかゴロゴロ言いながらね、なんかモフモフされてたりとかですね、あの、なんかこれはこれでね、嬉しいんです。 けれどもなんかねあの <laughs> なんでしょう、えー、嫉妬すると言いますかねえそんなところがあった、えー、山立でございました。はいというあのー、まあ、かわいいデブちゃんでお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。